皆様おはようございます。春です。ですね、今日はちょっと仕事が休みなので、まあお天気も、曇り空なんですけれども、もうここ、向こう1週間はなんか雨とか曇りなので、まあもういつまでも、ここ白いまんまじゃ嫌なので黒くすることにしました。でいきなりなんですけど、養生をもうしちゃった感じですね。はい、新聞紙がないので、段ボールで段ボールだとちょこっと養生シートが残ってたんで、やりました。はい、ちょっとまあ心配なんですよね。隙間から、ボディについちゃうんじゃないかと思って、まあ本当はボンネットもやる予定だったんですけど、なんかエアスクープだけ、エアスクープだけ黒く塗るのはどうかなと思って、このツヤ消し黒で、塗ることにしました。はい、それではちょっと、あとこれですね、これタオル突っ込んでるんですね。はい、中に入らないように、はい、じゃあこれでやっていきたいと思います。それでは、そうだ、これ続けて撮ってんだ。はい、これがですね、今プライマーをね塗った後ですね。これちょっと後から音を入れてるんで、はい、バンパープライマーですね。はい、これを、吹きかけましたね。なんか FRP とか塗るプライマーは色がつかない、若干なんだろうな、スモークっぽくなる、スモークというか艶消しみたいにはなるんですけど、はい、色はつかないですね。金属のグレーの、あの方が分かりやすいんですけどね。はい、はい、でですね、これが、黒く塗った、とりあえず1回塗りですね。1回塗りしたところですね。はい、中もちゃんときれいに塗れてます。はい、もう心配ですよねボンネットに色が段ボールの隙間から入ってないのかが、はい、あれもうこれ1回塗り2回塗りぐらいしてん、あれ1回塗りよね、あ1回塗りじゃん。もうこれいつの間にかなんかもうこれでもう全部塗っちゃってますね。はい、これで一応完成ですね。そう、前のちょこっとだけビニールかかってますよね。これ養生シートだったんですね。はい、中もやっぱしね、夏はねちっちゃいね虫とかがねついちゃっててね、それがもしかしたら跡になっちゃってるかもしれないんだけど、はい、ちょっと途中雨降ってきまして、これ子供の、ジムニーのスペアタイヤカバーを、ちょっとうちに置いてあったんで、ちょっと借りて、ちょっと小雨が降ってきたんでカバーしました。はい、はい、でそろそろですね、できますよ。はい、できました。いかがですか、いかがですか。これ素人なりにもまたちょっと、自分なりにちょっとまあうまくできたかなと思ってるんですけど、はい、なんか取らないでも、上手にできましたね。素人レベルでですよはい、なんかやっぱしエアスクープ黒く塗るとなんかいいですね、なんか上がこうぼやけてたのがスクープが黒くなったおかげで、なんかなんだろうな、個体として一つの個体として、なんかあ、これ中ですね、中も綺麗に塗れましたね。はい、見えますか、ちょっと光の加減であれですけど、はい、もう自己満足ですね。はい、
めちゃめちゃ私のジムに行くかっこよくなりました。私の彼氏です。かっこいいでしょ。はい、以上です。どうもありがとうございました。春でした。さよなら。バイバイ。